ミラリレター。大阪の梅田にあるエストネーションさんにこれから行ってきます。大丸の梅田店に来ました。この北海にあるアビューズボーテさんでこれからポップアップを始めるんですけれども、挨拶を含めて行ってきます。ミラリレター。今ミラリを販売してくださる方々にやっぱりすごくありがたい存在なので、一人一人の方々にプレゼントとしてミラリのプロダクトをお渡ししました。今オンラインで注文いただいたものとか、インスタの DM いただいたものを返事したりとかしてます。ミラリレター。これから神戸に行きます。今日は朝から大阪、そして神戸まで来てバタバタはしてるんですけれども、すごくこうして海が見えたりとか空を見上げることでリフレッシュができるというか、なんか忙しい一日だからこそこのような自然の力をとっても感じますね。これからは神戸にもミラリが展開している場所が2つほどありまして、今バーニーズニューヨークの、神戸店、そしてエストネーションの神戸店にもご挨拶も含めて行ってこようかなと思ってます。今プレゼントでお渡ししてるんですけれども、実はこちらシールにも書いてます。頑張っているあなたは素敵です。ミラリ応援プロジェクトをこれから始めるんですけれども、私たちのプロダクトを販売してくださる方々、すごく今コロナ禍の中で頑張ってくださっているので、こちら実は応援の気持ちとしてプレゼントをこう用意しております。世の中にはとても頑張っている方々がたくさんいて、でその方々にあなたの頑張っている姿はとっても素敵ですっていうメッセージをミラリが届けられたらなと思ってます。なので、じゃあ今回これからミラリ応援プロジェクトっていうのを始めて、なんか頑張っているのに誰にも褒められてないなと、なんか自分自身も自分の褒めてないなと思う方々にぜひミラリのプレゼントが届けられたらなと思っています。ミラリレター。これから私に行きます。여기지금보니까그몇시쯤될까아마
売以来大変ご好評いただいております。利用ださせていただきます。わなんか朝からとっても嬉しいお知らせです。なんかミラリが本当に着実に一歩一歩こう成長していて、本当に幸せを感じます。ありがとうございます。あ、嬉しいな。ミラリレター、今日は京都に来たんですけど、ここの大丸の京都アミューズボーテさんで今ちょうどミラリがポップアップをやってまして、今日行ってきます。自分の時間を作るというか、京都に来たら必ず寄ったりとか好きなものを買ったりして帰りますけど、やっぱり京都いいですね。これから京都のまた素敵な場所に行きますので、ぜひ一緒に行きましょうか。大阪から始まって神戸、京都、いろんなミラリと関わってる場所に行ったりとか、いろんなことを見たりしながら、やっぱりこれからのミラリについてすごく考えられるようなきっかけになりました。とても貴重な時間でした。これから東京に帰ります。